さあ選手が入場してきました。ホームの琉球はキャプテン上里を先頭にベンガラ色えんじのユニフォームで入場です。キックオフの笛を待ちます。今試合が始まりました。ホーム琉球は左エンド、そしてアウェー鹿児島は右エンド、白のユニフォームです。サニュードが持ちます。五稜、そして牛の浜、後ろから振った、ここはクロスバーの上、徳本、山田に当てむ、風間光也のシュートが決まったありますね。この徳本選手からの山田選手へのくさびが良かったですよね。富所の後ろ徳本です。その徳本、風間光也が動き出す、富所、おっと鋭いシュートを放った徳本、いやアンジュンスいい対応をしました。こぼれ、砂森取り替え、勝ったですよね。砂森選手ですよね。スローインから中央で上里、戻りながら牛の浜が守備に対応します。上城へつながった、シュート決めた、琉球14番上城さときのゴールで琉球が勝ち越し。この風間光也のドンピシャのクロス、はい、去年もこの琉球とは J3 で対戦しています。ステージを J2 に変えて2度目の対戦。風間が蹴ります。ふわっと浮かせたボール、アンジュンス、ちょっといやゴールキーパーにとって嫌なボールでしたね。今ね、今のシーン、ふわっとした、はい、まあ、風に乗る山田、山田のシュート、アンジュンスナイスキーパー、あの姿勢からの強烈なシュートですからね。ここはハモンの守備、ハモン選手いいですね。そして山田残して上原、あいい形でボールキープして、あロングシュート狙う、アンジュンスナイスキーパー、よく触りました。中央、カルバハルパンチング、時計を見た、主審、今試合終了のホイッスルです。大きく息を吐く琉球の指揮官、樋口監督。